木造住宅でやる、ゼロエネルギーハウス、従来の木造仕組み工法にですね、高性能パネルを組み入れるですね、スーパーオール工法というやり方で内容しています。はい、こちらこれはですね、ちょうど今、周南市久米というところに、建築中で、この7月の19日の土曜日にですね、完成見学会を今企画しております。ちょうど今、今から暑くはなると思うんですけど、やっぱり、冬は暖かいと、夏は涼しい、そういう高気密、高断熱、高耐震の住宅でございます。ちなみに光熱費ゼロ住宅を目指す住宅なんで、ぜひ、7月19日土曜日、ご来場くださいませ。よろしくお願いします。